のこともあるし、絶対企画倒れしたくないし、ただの 2D お披露目配信かもしれないけど、ただの新 2D 通信ライブ 2D お披露目配信にしたくなくて、頑張った。もうね、本当にいい気しもらってさ、もうさ、歌ってるさ、みんなありがとう、本当に。やばい、こんなやつじゃなかったけど、まあ最後くらいは予定変更してもいいんじゃない。サザンカとか歌ってるときマジで泣きそうになった。マジで泣きそうになった。あ、やばい、こんな感情爆発するの。実はね、なんか配信2時間前ぐらいになんかね、思い立ってラップを作りたくなって、でも私2周年記念の時の後悔を思い出して、なんかあの時2周年記念の時ギリギリまで動画編集してたから、それで全然放送さ、企画さ、ちゃんとできなくてめっちゃ後悔してたから、そこで気づいたんだよ。もう本当によかった、もうマジでよく、もうよそこでとどまってよかった。あ、やばい、ちゃんと2時間前から配信準備しなきゃと思って、で、ちゃんと配信準備したら意外と準備することもなんか意外とこうポンポン出てきて、結局放送ギリギリまで準備してたけど、ちゃんと準備してよかった。もう今日さ、計画してたことさ全部やりきった。もう今日もさ、学校の時さ、もうもうこのことしか考えれなくてやばかった、マジで。あー、でも今日放送終わったらもう宿題を終わらせたいと思います。やばい、本当にやばい。でも最近本当に思うのが、告知、今回のさ、告知動画とかもさ、なんか MMD とかたくさん使わせてもらって、で、あれのおかげで成り立ったみたいなとこあるし、もう本当にいつもね、ハートに救われてるなって思っています。ありがとう、いつもありがとう、本当に。そしてあのカナタンとね、ルーナタンも本当にありがとう。はあ、あー、もう泣けてくる。はあ、もう何年こんな号泣するかわかんない、もうね。はあ、やばいね。でもさ、いや、もう8月10日にまた誕生日放送あるから、もうそこもね、もう今回で期待値上げたし、誕生日ももっと頑張ろうって思う。